はい、竹組さんでは今日は絵の具の絵を描いています。みんな年中さんの時もやったことがあるみたいで、とっても上手に描けています。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。